要するに。では早速次の話題がしていただきます。78事件真相究明ということで、読売が真相究明を陰謀論と印象操作、その中の記事でなんか急にこんな情報初めて聞いたみたいなものがありましたので、ちょっと紹介させていただければと思います。15番榊さんお願いします。はい、15番です。安倍氏銃撃、真犯人は別にいる、ネットで未だくすぶる陰謀論、背景を探る、読売新聞の記事です。安倍氏銃撃事件の場合、捜査関係者によると山上被告が撃った弾丸が安倍氏の首に命中したことは複数の防犯カメラ映像の解析で確認されているという。 3D 映像による再現実験もしており、第三者の関与は否定されている。だがこうした詳しい内容の捜査当局が公判前に発表することはほとんどない。捜査への支障が理由で今回奈良県警や奈良地検も同様だった。裁判員裁判が始まっても全ての証拠が開示されるわけではない。争点を整理し審理する証拠を絞る公判前整理手続きも通常は非公開だということなんですね。いきなり出てきましたね。はい、これね、僕もね読んだんですよ、この記事。実はそれでね、かなりね意図的な記事だなと思ってね、臭いなと思ったんだよね。でこれによってね、安倍元総理の暗殺が、私がどっちの勢力が、あのし、その本当の勢力なのか、本当の犯行のね、原因はどっちなのかってことを考えてたのが、読売にこういう記事が載っちゃったんでね、変わっちゃったんですよ、実は。今すごく雲をつかむような話したんだけど、多分分かる人は分かると思うんだけど、あの名越さん分かりました？私が言ったこと分かります分かります、はい、分かります分かります、うん、だから僕はね、一昨年の12月に台湾有事は日本有事だっていうことをはっきり言って、それでその後に2回同じこと言ってるんですね。あの海外のシンポジウムにリモート参加して、安倍元総理は。それでおまけにそれだけではなくて、習近平に忠告してるわけですよね、見誤ってはいけないと。でそこまで言って、それでその後バイデン政権に向かって、それが去年の4月ですよ、4月12日にバイデンに向かって、アメリカは台湾の曖昧政策をはっきりさせない、変えなければダメだ、終わりにしなければダメだってこと、そういう文章を書いてるわけですよ、英語で。あのプロジェクトシンジケートに乗って、それで世界の 40の新聞に全部転載されましたよ。アメリカの新聞だって、あのロサンゼルスタイムズにもちゃんと転載されてるんですよ。それでね、まあそういうことがあったから、僕はもう北京が一番その怪しいなと思ったんですよね。思ってたんだけど、だけど今の読売の記事読むとね、なんかねちょっと違ってきちゃったんですよね、うん、それはなんか不気味ですね、非常にね、うん、あのまあちょっとね、今の段階ではこの辺までしか言えないんですけどね、いくらメンバーシップとはいえですね、うん、あのこの前首相官邸で、この前というか昨日か、あの警官の方が拳銃自殺をしたということになってますが、明らかにおかしいでしょ、うん、首相官邸にいる機動隊員が拳銃自殺します？しかもあれ西ゲートでしょ、あれ。西門というのは要するに首相官邸の正門じゃなくて坂の方で、要するに表を通らないで、例えば総理と面会するときに表通らないで行くときにあっちから入ることあるんですよ。で私何回かあっちからも入ったことあります、安倍政権。溜池山王の方ですね。そうです、あっちの坂を降りてくる、うん、とこですよ。であそこの守衛所で亡くなってるんですよね。なんかそれもね、非常に私はあの気持ちの悪いものを感じてますよ。それは結局去年の7月8日からずっと感じてる気持ち悪さと同じで、あの岸田首相の暗殺未遂事件も同じですね。どうも気持ち悪い、うん、だから今の記事は本当にね、読売はね、何、普通に素朴に考えて警察庁並びに奈良県警の落ち度というかね、非常におかしな部分っていうのはいっぱいあるのに、それを全部ねぐっ
った記事ですよね。でおまけに、あのなんか今年中 にあれでしょう、公判開かれないって話もありますよね。うん、非常におかしい。じゃあこれちょっと吉田さんから聞きましょうか。はい、あのどんな感想をお持ちになったのか。のこの記事は、いや本当にあの疑問に蓋をするための記事なんですよね。うん、そうだよね。はい、恣意的だね、すごいね。あの要するになんか客観的なことが書いてあるように見えて、うん、でここでそのなんだろう、まあ、警察捜査当局によるとって言って、まあ、ちゃんと取材したんでしょうね。捜査当局側の、まあ、例えば 3D のうんたらとかかんとかっていうことを、まあ、情報を、提供した。これはまあ新聞として一つね仕事をしてるとは思うんですよ。でそして、まあそのしかしただ、まあ、当局と違う意見はまず陰謀論だって、まずそういうふうにレッテルを貼ってるわけですよ。うん、でそしてでその陰謀論が出る理由として、まあその、まずにいろんな情報がその、全て国民に知らされるわけではないから陰謀論ができるんだみたいな、そのストーリーを記事として書いていて、だからちゃんと知ってる人は警察と同じ考えになるんですよっていうふうに、まあ、そういう記事のわけですね。でも本当は新聞社がやるべきなのは、なぜあのその警察がこのように国民に不信感を持たせるような不可思議な行動を普通ではない行動を取っているかについて、あの疑問を呈すっていうことがこの記事には一つもないんですよ。あの、まあ、例えば、いろいろこの、まず、当日、まず現場検証がなんで5日も遅れたんですかとかですね、あるいはその、何度も皆さんおっしゃってるけども、その、死亡の原因についての、まあその特定がいろいろとな見方が出るようなことを、 その、そもそも捜査当局がそのきちんとした情報を国民に出さないからこういうことになった、それ自身なんでちゃんと適切に情報を出さなかったんですかとかですね、もう突っ込みどころも山ほどあるわけですね。うん、でそしてあの警察をただ擁護弁護するようなことっていうのは、あの新聞 あの報道姿勢としておかしいんですよ。あの普通敵対するんだよ。そうそうそう、普通はその捜査当局って権力ですから、権力を握っている者がこういうこんなことではダメだと、あのそういう体制を見直した方がいいとかいうことがこの新聞には、あの新聞記事には一つもないんですね。まず警察はいい組織で信用しましょうから、この記事は全て成り立っているんですよ。これがとても気持ち悪いですね。そうですね、まあ、読売というとね、まあ、あの正力松太郎さん、日本テレビを作った人ですけど、あの CIA と非常に密接な関係ありましたからね。さて長尾さん、いかがでしょうかこの記事は。まあ、警察に対して何の疑問も持たずに記事を書いているという点が一番不思議、うん、これはまあ吉田議員の指摘と一緒ですね。うん、であとね、まあ、この記事を書いたことによって、あ、なるほど、読売新聞はつまりもうあの隠蔽したい側の人たちなんだなということはこれで証明されたと、そういうことですね、いうことですよね。はい、で僕らは何も犯人探しをしてるわけじゃなくって、うん、まあ、いずれは犯人探しにつながるんですけど、でしょうけど、うん、真実は一つなのに警察の見解と、うん、救命措置に当たったお医者さんの見解が違うということを、さあどっちなんだろうかって、ただそれだけなんですよ、うん、順序としては。うん、でもまあここにあの第三者の関与は否定されてるっていう、まあ、これ 3D 映像っていうようなこと、じゃあ本当にその 3D 映像があったのかどうか、だけれどもなんか後半前に発表することはほとんどないと言うんだったら、じゃあ実験どっかでやってみるとかね、そのぐらいね、これだけの世界の大事件ですから、マスコミだったら、普通のマスコミならそのぐらいの食いつきがあってもいいんだけども、警察の報告をそのまま鵜呑みにしてやっているということで、あ、なるほど、向こう側なんだなと。でちなみにね、ちょっとまあこの記事が出たんで僕ポロッと言っちゃいますけど、はい、実は第三者の関与が否定されているということを警察がですね、
あちらこちらで言ってるということは、僕は昨年の12月の中旬には知っていました。はい、つまり要するに、はい、複数犯行説を打ち消すことを警察がそういう情報をいっぱいリークしてたってことですね。はい、12月の半ばぐらいまで、それもね、かなり早い時期に、うん、じゃあ本当に防犯カメラの解析映像をして 3D 解析やったんだったらね、へえ、警察ってね、あっという間にやっちゃったんだな、すげえなって言わざるを得ないんですけど、はい、私は昨年の12月の中旬ぐらいまでに、あちらこちらで警察が本当にこれどういう証明を解析をしたんだろうかって不思議なぐらい、あらゆるところに第三者の関与はありませんありませんありません、うん、ずっと言ってるんですよね、はい、まあ、いかがですか？だから書いてあることは特に新しいものはないと思いますけど、これを読売が書いたっていうところで、そう、そこが問題だ、あちら側だなっていう、それが問題ですね、はい、佐々木さんどうですか？なんか読売新聞と朝日新聞も大して変わらないなと思いました。朝日新聞系のというか朝日系のファクトチェックセンターっていうのございますでしょ。あそこが陰謀論だ陰謀論だって一生懸命最初の頃から言ったんですよ、うん、で読売新聞がここに来て陰謀論だって言って、うん、なんかこう一刀両断されるような形だと、あ、ほとんど変わらないんだなと。でちょっとね、なんか面白いなと思ったのは、やはりその今西村先生がおっしゃってたように、読売が CIA のことを言うっていうのは、まあ、一つ面白いなと思ったんですけれども、神戸で起きた連続児童殺傷事件で真犯人が別にいるという話とか、これそんなに言われてたっけと思って、あと日航ジャンボ機墜落事故をめぐっては米軍が撃墜したと、これも別に、まあ、言われてますけれど、そういう説もありますけれども、これのなんていうか、このきっかけであれもこれも持ってきてる気がするっていう。で、なんか例えばこの米軍が撃墜したっていうのを、これやっぱり封じ込めたいのかなとかね、なんかね思ってしまいますよね。なんかこの読売が CIA のことを言っちゃうっていう、この記事の面白さ、逆になんか深読みすると面白いなと思っておりました。はい、まあこの記事でね、一番分かることは、これは完全に警察の広報なんですよね。そうですね。警察の広報の記事にしかなっていないということで、それを読売が載せたということは、これはとんでもないことで、非常にこう不気味なものが動いていると思わざるを得ないんですね。それは岸田首相の暗殺未遂もあったし、それと何よりも、宮古島で、墜落したですね、自衛隊機の第8師団の非常に期待されていた師団長が赴任1週間後に、亡くなりましたね。10名が尊い命が亡くなりましたけど、あの事故もですね、かなり不審な点が多いわけですね。だからそういう点にも全部こうつながってくるようなね、そういう気が私は非常に、不気味なものを感じています。以上なんですが、まだ時間がですねちょっと残ってるんで、どうでしょうか、何かこれだけは言いたいっていう人がいたら何か言ってください。あ、石丸さん時間がなかなか出ないよね。、はい、そうですね。ということで、じゃあ時間が来ちゃいましたね。はい、はい、なんか大使のことはいいんですかね、なんか大使の解説はしなくていいですか？はい、何ですか、聞こえなかった。エマニュエル大使について、なんかこう追加の解説とかないんでしたっけ？あ、エマニュエル大使、いやだからあれは早くあれですよ、辞めさせないとダメですよ本当に。それでね、あ、そうそう、共和党の有力議員ですとか、あとは共和党下院ですね、それとあと共和党全国委員会にツイッターとかメールをどんどん送ってほしいんです。それで私はね、フェイスブックには実は例文書いてます、英語で。でフェイスブックはほとんど更新してないんで、それ今日夜ですね、これ終わったらツイッターにそれ載せますんで、ぜひ視聴してる方はそれを参考にしながら、送っていただければと思います。以上です。
はい、今西村さんおっしゃった Facebook の記事、こちらの動画概要欄にも後で載せておきますので、あ、ぜひ、はいはい、ツイッターの、はい、西村さんのツイッターか、またはこの動画概要欄から Facebook の方に飛んでいただければと思います。はい、はい、え、それではあの今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。どうも。おやすみなさい。